皆さん、お元気ですか？高藤佳子です。アニメのエンディングで流れた私の曲初夢をあなたとは、もう聞いていただけましたか？ありがとうございます。そんな初夢をあなたとを今日からライブでお届けです。この曲には私がこれまでつつがなく生きてこられた人生と、アイドルとして過ごした日々への感謝を込めました。それにファンの皆さんだけでなく、全ての人が幸せになりますようにという願いも。もしかしたらもう知っている人も多いかもしれないんですけど、私ってちょっとだけ運がいいんです。それで周りの人が笑顔になってくれるのが昔から大好きで、笑う角には福来たるって言いますよね。みんなが笑ってると私ももっと幸せになれて、そうやって幸せはつながっていくんだと思います。だからアイドルとして幸運はもちろん、歌や踊り、私の全部で皆さんのことを笑顔にできるのがとっても嬉しいです。運がいい私だからこそ、みんなと手をつないで輪になって運のお裾分けをしていきたい。少しずつ少しずつその輪を大きくしていって、みんなで笑顔になって幸せになりたい、そんな気持ちを歌に込めました。私は笑顔と幸せのためにたくさん祈ります。初夢をまた夢に、思いを形にするために、皆さんの夢がまた夢になっていく、そんな私の夢がまた夢になるように、私の曲を末永く聴いていってくださいね。